愛知県立朝日が丘高等学校は愛知県名古屋市東区出来町に所在する県立高等学校をから紳士で鳴らした愛知一中の伝統を受け継ぐ自由な校風である特徴的な点としてなどがあるただ下の二つについては最近では見られなくなった制服は定められており男子は学生服女子はセーラー服であるが 私服投稿が黙認されており、多くの生徒が私服で投稿している。また、髪型、化粧などについても、生徒個人の判断に任されている。以前は、私服自由化闘争など生徒会活動が非常に盛んだったが、今は沈静化している。しかし、例えば多くの学校では、教員主体で行われる掃除を生徒会主体で行っているなど、 自由度の高い活動が行われている。毎年10人ほどが在学中に海外に留学する。1992年、留学中のハットリー・がバトン・ルージュで射殺されるという事件が起きた。追悼の意味を込めて校内に木が植えてある。また、悲劇を繰り返さないためには、文化の違いを乗り越え理解を深めていく。必要性があるとして、 銃のない安全な日本社会を体験してもらうため、米国の高校生を年に一人ずつ招こうと、計画して、吉木金が設立された。2000年から2002年まで、校舎建て替えの際、卒業生の河村隆を筆頭に、伝統のある文化的意義の高い校舎を壊すなという、座り込み運動が起きた。結局運動は挫折し、校舎は建て替えられたが、新校舎は、 休校舎の雰囲気を残して建てられている。野球部のユニフォームは、愛知地中時代のものを受け継ぎ、帽子が黒の日本戦で、胸の真ん中に交渉が配されている。1917年、野球部は、第3回全国中等学校優勝野球大会に、出場した。この時は1回戦で敗れたが、敗者復活戦で勝ち、決勝まで勝ち進んで優勝した。 大会前の組み合わせ抽選会で主催者側から敗者復活戦の説明があり、この時に愛知一中の首相が敗者復活戦から勝ち進んでも優勝できるんですかと質問した。もちろん優勝ですと大会委員は回答し、それを愛知一中は現実のものにした。なお、その後大会委員会が一度負けたチームが優勝するというのはいかなものか と物議を醸したため、廃車復活戦はこの年限りで廃止になった。JR 東海の CM、シンデレラエクスプレスシリーズの発案者は、同社東京広報部社員だった29キリ区上部、坂田和弘である、愛知市中予科連総決起事件。1943年、当時愛知市中に在籍していた、全校生徒約700人が、 軍の命令に王子海軍公主飛行兵よか練習生に志願するという出来事があった。この時のいきさつについては、地元の NHK 名古屋放送局が、終戦特集ドラマ、15歳の志願兵を、制作、第二次世界大戦終戦からちょうど65年の日に、当たる2010年8月15日夜に、NHK 総合テレビの、NHK スペシャルで、 全国放送した。ドラマの原案となった本を書いた、江藤千明は、この出来事の当事者の一人であった。旧正中学校の卒業生、八橋徳太郎が考案した母校、愛知県立朝日川岡高等学校など全国200カ所ほど設置されている、世界最高の精度を誇る、八橋式実時計が、運動場を見渡せる校舎沿いに設置されている。 愛知県立第一中学校の現在地への移転時に建設された正門門中は国土の歴史的景観に寄与しているものとして登録有形文化財。同窓会として社地光会が組織されている。前進校の同窓会としての愛知一中会と三両会及び愛知県立朝日川丘高等学校同窓会は別々に存在していたが、 1977年の創立100年祭を共同で挙行したことをきっかけとし、1979年2月下旬、シャチ・ヒカリ会の下で連携を図ることとなった。一降、各同窓会の活動とは別に共同事業については、シャチ・ヒカリ会が主催するという形が取られたが、2003年4月1日をもって三同窓会は、シャチ・ヒカリ会に統合され、 参考の同窓会組織としてのシャチ光会が改めて発足している。ありがとうございます。